はい、皆さんこんにちは、カリアです。オリックス純正企画第4弾でございます。今回やっていきたいと思います。キャラバン、なんだっけ、ドリームキャラバンが、無事に10周完走し終わりましたので、まあ、それの報酬開封と、あとは、S ランク 30% 契約書と、あとは、これですね、特番の生放送の、プレゼント報酬でシリーズ2の S ランク契約書が出てるので、まあ、そこでね、オリックスの選手を引けるといいかなというところでございます。ということでいつも通り B ランク契約書から引いていきます。 B ランク契約書が結構いっぱいござりますが、7、8、9、10まだある。はい、清田選手、吉川選手、広岡選手、近藤選手、川越選手、増田選手、梅野選手、岸選手、三好選手、マクガフ選手。はい。はい。次。まあ、B ランク契約書だからね。あとは2枚ですかね。行ってみましょう。太田大志選手と森原選手です。はい。はい、ということで続いてが、A ランクかな。A ランクが1、2、2。アニバーサリーが1枚。自チームアニバーサリーはちょっと置いときます。で、自チーム契約書は置いておきます。A ランク契約書が全部で4枚。行ってみましょう。岡田選手。おー、アリエル。マルティネス選手と、梅野選手と、野田選手。うん。梅野選手は、S ランクを持っている手帳4なので、まあ、限界突破要因になるかな。はい。あとが、自チームばっかりだから、ゴールド契約書かな。2、3、4、5、6、7枚。行ってみよう。さあ、まずここで S ランクが出るかどうかね。お、A ランク以上が来そうな感じがしておりますが、どうでしょう。お、西選手、梅野選手、安田選手、市岡選手、東選手かな。はい、おー、増井選手。ええやん、オリックスやん、ええやん、ええやん。で、山本由伸選手でゴールド契約書ですね。オッケー、幸先いいね。増井選手はね、初めてです。はい、じゃあ、あと S ランク 30% が2枚、S ランク、シリーズ2が1枚、普通の S ランクが1枚。まあ、S ランク 30% まず引いていきましょう。まあ、ちょっとね、ゴールドでね、S ランクが出ちゃったから、S ランク出ないかもしれないけど。さあ、長打で逆転さよならのチャンス。さあ、どうだ？割れません。中川選手、ジャイアントですね。はい。さあ、もう1枚の S ランク 30%、 オリックスは出るでしょうか。さあ、長打で逆転さよならのチャンスまでは来る。ただ青くは光らない。さあ、どうだ、割れない。伊藤光選手、伊藤光選手は持ってるんですけど、 S ランクそろそろ限界突破が終わったんじゃないかな。はい。さあ、ということで残りが S ランク、S ランクシリーズ2が1枚。まずは S ランク契約書1枚引いていこう。さあ、どうなる。まあ、S ランクは確定。お、ホームランで逆転さよならのチャンス、めっちゃいい感じよ。さあ、誰が出るかな。お、中村晃選手。中村晃選手は持っ
ってた気がするな、前のシリーズで。はい、はい、ということで最後、Sランクシリーズ2契約書でございます。さあどうなる。いやでもね、今回オリックスの選手一人出たので、まあ、持ってないオリックスの選手が出てくれる分にはいいのかなとは思いますが、行こう。麻酔選手はね、ちなみに持ってなかった。さあシリーズ2です。まあシリーズ2はあんまりまだね、今回人落とし引けてないので、ね、いい選手が出てくるんですね。ほう、セカンド菊池涼介選手、写真かっこいいね。菊池選手はだいぶ前のを持ってた気がするな。 OK、よし、じゃあ、今回獲得した選手見ていきましょうかね。まずは、中村晃選手からいきましょうか。はい。おー、いいじゃん。ミート型ですね。うん、うん、うん、うん。ファーストと外野、レフトとライト。うん、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 うん。いいじゃないですか。うん、うん、中村晃選手僕もないかな、なんか引いた記憶があるんだけどね。あれ、引いた記憶はあるけど、引いた記憶はあるけど引いてなさそうな感じ。引いてなさそうですね。はい、失礼いたしました。まあいいんじゃないかな。ソフトバンク純正オーダーがもうほぼね完成に向かっておりますね。前もね、もうできるできるって言ってて、セカンドがあと1人足りないのかな。外野とかは多分できてるので、後でちょっと見てみましょうか。で、あとはカープ菊池選手、うん、おー、総力型でミートパワーと落ちか。うん、やっぱ守備はいいですね。はい、で、菊池選手は確かね、だいぶ前のやつを持ってた気がするんだよね。おととしかな、違うな、もっと前か、もっと前だな。え、もっと前、そんな前だっけ。あ、ほんとだ、そんな前だった。あー、でもこの時に比べるとパワー上がってるけど、ミートと走力がだいぶ下がってますね。そうか、まあでも2017年のシリーズ1だから、もう3年前4年前、まあ要は、まあさすがに今これを使うっていうのは難しいかもしれないけどね。はい、こんな感じか。んで最後がオリックスの麻酔選手ですね。あ、そうか、シリーズ1か。はい、うん、まあ中継ぎでフォークが有名だよね、確かね。うん、いいんじゃないか、これはありですね。まだ持ってない選手なのでいいじゃないですか。 OK、はい、ということで、まだ、オリックス純正オーダーですね、ちょっと見ながら、まずはソフトバンク純正オーダーが今どんな感じかっていうのを見てもらおうか。よいしょ、これか。はい、そうだね、中村晃選手をこの中に入れるけど、そうだね、やっぱセカンドを守れる選手がいないっていうのが残念なところかな。そうね、このライトのところに、誰を入れるかだな。そうかな、今ライトを守れる人がいないんだね。いないことはないけど、守備的にちょっとっていう人が多いんだね。なるほど、なるほど、まあそこがあるのか。まああとでもセカンド1人だけですね。ピッチャーはね、ソフトバンクもあの完全にみんな揃ってるのでいけるんですよね。はい、で、オリッ
ックス純正が、そういや、あのロッテ純正もねちょっと見てたんですけど、ロッテ純正がねもうほぼできる。ロッテ純正がねあと1人、ピッチャー2人、野手も1人か、3人。ロッテ純正もねもうすぐできる。で、そう、この動画のそのねあれなんだけど、間違えた。で、こちらがですねオリックス純正オーダーで、今回ここに、まあ、推薦手を入れることができるので、推薦手はどこに、いた、推薦手を入れることができるので、これでオリックス純正オーダーが一応、3人、ピッチャーが5人になりましたね。で、野手が、野手が3、6、7人、全部で12人、残り、ちょうど半分になりましたね今日ね。はい、まあいいんじゃないでしょうか。はい、こんな感じかな。はい、ということで、まあ今回はこんな感じでございます。で、そうね、まあこれが出る、まあ特にもうドラフトが終わった後に撮ってるんですけど、ドラフトが終わった次の日に撮ってるんですけど、まあ、ドラゴンズはね、高橋宏斗選手、1位で取れました。で、まあ、2位で、森宏斗選手、3位で、土田選手かな。で、4位が、加藤選手、5位が、あれだったかな。はい、ということで、まあ、ドラフトも終わりましたね。ドラゴンズは、まあ、公言通り高橋宏斗選手で、しかも一本釣りできたのがちょっと良かったのかなと思います。まあね、欲を言えばですけど、まあ、広島一指名の栗林選手ね、まあ、2位で取れれば良かったんですけど、まあ、さすがにそんなね、残ってはいないとは思ってたので、まあ、しょうがないところではあるんですけど、まあ、ね、広島でも頑張ってもらいたいなとは思います。で、楽天が早川選手、阪神が佐藤輝明選手かな。まあ、今年のドラフトの、お目玉を取っていきましたね。まあ、楽天ファンでもあるので、まあ、取れたのは素直に嬉しいかな。まあ、オリックスは佐藤選手外してしまいましたけれども、ね。まあね、まあ、ドラフトはね、今日ね、取れたのは嬉しいですけれども、まあ、今後ね、その、期待通りの活躍もする選手もいれば、そうじゃない選手もいるので、まあ、今後の、ね、成長に期待というところではあるんですけれども、やっぱり狙ってた選手が、ね、来てくれるっていうのはいいんじゃないかなと思います。そうで、個人的にはね、オリックスで3位だったかな、どう、あの明石商業の北選手、うん、そう、ドラゴンズ外野がね、今大島選手とか平田選手とかなり高齢化してきてるので、取ってこれるといいのかなと思ったんだけど、そう、取らなかったね。6位で三好選手っていう JFE 東日本だからの選手を取ってはいるんですけど、まあちょっと弱いんかなと。そのまあ外野がね足りないって言ってるところで外野手1人だけっていうのはちょっと弱いんかなとは思ったけどね。まあ、そんな感じかな。はい、まあドラフトはドラゴンズとしてはいいドラフトだったんじゃないかなとは思いますけどね。まあ、本当にね、愛知県勢でかなり締めましたし、加藤選手もね、帝京カニだから岐阜だしね、うん、まあ、本当にかなり愛知県、岐阜県で揃えてきたなというところなんですが、まあ、本当にね、みんな活躍してくれるといいなとは思いますね。はい、そんな感じかな。うん、まあ、ドラフトはね、また、どう成長してくれるかによる。まあ、ドラゴンズはね、楽しみな選手が今若手がいっぱいいるので、今年もね、頑張って、今年、まあ、なんとか A クラスフィニッシュができそうなので、まあ、このまま A クラスフィニッシュして来年こそは優勝争いをしてほしいなというふうには思います。はい、まあ、オリックスは今年あれですし、で今日ちょうどソフトバンクが優勝しましたね。まあ、楽天はね、ちょっとね、序盤調子良かったんですけど、途中からちょっとズルズルいって、結局ちょっとクライマックスも怪しくなってきてしまったよっていう今の状態なので、まあ、来年頑張ってほしいなっていうのと、オリックスも、今年ちょっとね、序盤だいぶつまずいてしまって、そのまま来ちゃってるので、来年こそはね、クラス入りっていうのも見てみたいなというふうに思います。はい。
ということで、まあ、今回はこんな感じでいこうと思います。次回はですね、他次の、今回のスペシャルミッションじゃなくて、その次のイベントの報酬回復をやろうと思いますので、またそちらも見ていただけると嬉しいです。はい、ということで、だいぶうだうだ喋りましたけれども、今回はこんな感じで終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。またね。